エースコックベトナムのミナエースコック、キングクック、ホット&サワーシュリンプフレーバー、揚げ麺に調味油とフォークがついており、粉末スープと海苔は最初から入っています。麺は細く輪郭がはっきりしており、プリプリした歯触りです。安っぽいけれど元気のいい食感です。スープは辛くて酸っぱいエビ風味という製品名からもトムヤムクンのような味を想像していましたが、ほとんどエビの香りはせず、酸味や辛さもあまり強くないので、だいぶ印象は違います。具材はほとんどありません。あまり攻撃的でないところはベトナム製品らしいと思います。